著者山本周五郎五弁の椿道読七味春五郎序書天保五年正月二日に本所の亀戸天神に近い白川端というところで中村仏庵という鬼神が病死した。 年は、八十四歳であった。彼は大工と畳職の当領であるが、消欲し、う海かやだゆうと合していた。それは箱根へ当時に行った時、買うかきから行き杖を買って帰り、その杖に初夏から大紙をもらって掘りつけ、柱にかけて自慢していた。それで、う海かなどと名乗ったらしいが、その前、 本所の小梅に住んでいたとき、役者の岩井史尺がその土地を買った。史尺はそこへ家を建てるので、追い立てられた彼は春立ちまぎれに、その住み古した家の壁へ左のような強化を書いて立ち抜いた。公助が住み荒らしたる家なれば、河原古事記や後に来ぬらん。基人ではあったけれども、 あまり世間からは好かれていなかったようだ。この仏庵の住まいから一丁ほど南に寄って、やはり白川端に、武蔵屋騎兵の寮があった。武蔵屋は日本橋本国町三丁目の役所屋で、隣に油屋も兼業していい、老舗としても資産家としても、市中に広くその名を知られていた。仏庵が死んでから四日目にあたる、 同じ正月の六日の夜半、その武蔵屋の寮が直で焼け、焼け跡から三人の死体が出た。剣業の油屋の品が置いてあったものか、建物の中は油が火を引いた模様で、柱まで綺麗に焼け落ち、三人の死体もほとんど男女の区別がつかなかった。寮には、重さという中年の下女と、 ご助という下男がいた。ご助は通いで、夕方には自宅へ帰るが、おまさはもちろん住み込みであった。しかし、おまさも、その日は本城成平にある弟の家へ帰ってい、明る朝、寮へ戻ってきて初めて、その出来事を知った。町方の尋問に対して、おまさは次のように答えた。 この寮には、いつもおかみさんがいました。それが、十二月の十九日に。ええ、仏庵さんの亡くなったのが二日ですから、日に間違いはありません。と、重さは言った。十九日の朝お出かけになって、あをずっと留守番をしていました。すると、六日の昼過ぎに、日本橋のお棚から旦那を戸板に乗せて、 おしろさんがいらしたんです。ええ。おしろさんは、武蔵屋の一人娘で、年は確か、明けて十八だったでしょう。お綺麗で静かで、おっとりした、いい方でした。主人の騎兵は養子だった。年は四十五歳。三年前に老害で倒れたが、家付きの妻をそのは、病気に感染するのを恐れて、 発表は娘のおしのに任せ、自分は寮の方へ移った。それ以来ずっと別居生活が続いてい,い、店へは寄り付きもしなかった。旦那は、といたのまま、奥の前へ運ばれ、若い衆たちはすぐに帰って行きました、と、おまさは言った。おしのさんは、奥の間で、旦那のそばに付きっきり、私が、 ご用はないかと聞きに行っても、ただ静かにしていておくれ。お父っんの病気が重いから、とおっしゃるばかりでした。そのうちに香の匂いがしてきあんまり強く匂うので、どうかしたかと思って見に行くと、病人が体が臭いというので、香を焚いているのだから心配には及ばない、とおしのが答えた。 やがて夕方になると、おしのは自分で飼ってきて、雪平で米を研ぎ、火鉢で粥を煮るのだ、と告げ、また自分の夕食は何でもよい、と言って奥へ去った。それからおまさは、天神橋の前まで買い物に行き、魚や野菜を買ってきて、飯を炊いたり、煮物をしたりしていた。この間に七日間も留守だった。 おかみのおそのが帰っていたらしい。おまさは全く知らなかったが、娘のおしのが来て、母が帰っているから酒の支度をするように、と命じた。ちょうど、お酒が切れていましたので、とおまさは続けた。酒屋へ注文に行くと言いましたら、それではついでに酒の魚もとおっしゃいました。お前、 おっかさんの好みを知っているだろうから、いいようにしておくれとおっしゃるので、私は酒屋と仕出し屋へ行ってきました。酒が来、魚が届いて、膳立てをしていると、またお城が来て行った。あとは私がしよう。こんな地獄になったけれど、お前には糸間をあげるから、成平のうちへ行って泊まっておいで。 おまさは弟の家に子供が預けてあった。その前の年にヤクザな亭主と別れ、七つになる男の子を弟に預けて、自分は下女暴行に出ていたのである。今年はまだ正月にも帰っていない。というのは、おみのお園が連日のように客をするため、いとまをもらうことができなかったのである。では、 お願いしますと言って、あたしはすぐに支度をし、途中で土産物を買って、なりひらへ帰ったのです。おまさはこう言った。ええ、他に人はいませんでしたから、焼け跡から出たのは、旦那とおかみさんとおしろさんの死骸でしょう。旦那やおかみさんはともかく、おしろさんは本当に気の毒だと思います。 奇兵は重体だったが、どうしておその気の毒とは思わないのか。待ち方の者がそう聞くと、おまさは、訳は話せないと答えた。仮にも、奉公していた人ですから、私の口から詳しいことは言えません。けれど、と、おまさは、冷ややかな調子で言った。おかさんが、あんな死に方をしたのは、 天罰だと思います。店の方も調べられたが結局はっきりした事情は不明のまま死体は親子3人のものと決まり5日目に本国町の家で3人の葬式が行われたそしてその後、親類や縁者たちが集まって相談し武蔵屋ほどの老舗を潰すのは惜しいということになって分家にあたる 亀屋伊兵の次男で、石郎という者が養子に入り、帰兵の後を継ぐことになった。第一話。一。帰兵の病状が悪化したのは、12月27日の夜のことであった。クレムッツに店を閉めてから、 夕食を済ませた後、番頭と二人の手代を相手に、上愛をするのが店の決まりで、その時は歳末が近づいていたため、地方との取引先の分もあり、十一時過ぎになって、ようやく一区切りついた。おしのはいつもの通り、女中二人に指図して、九時に茶化を出してから、 父と自分のヤグの並べて敷かれた部屋へ行って寝る支度をした。火鉢の火加減を見て灰をかけ、千薬の土瓶を仕掛けた。その脇の盆には湯飲み茶碗と布で覆いをした金だらいには水が入ってい、畳んだ手拭いが五枚重ねてある。おしのはそれらをよく調べ、 また、父の寝巻きが三枚出してあることも確かめた。父はひどい寝汗をかくし、毎夜幾度か咳の発作を起こすため、それだけの支度はどうしても必要なのであった。おしのが着替えをしようとしていると、番頭のかすけが声をかけて入ってきた。彼は三十七になり、四丁目の裏に、 家のある通い勤めで、妻との間に子供が二人あった。九時半になると帰るのが決まりで、いつもは襖の外から挨拶だけして行くのだが、その夜は声をかけて部屋の中へ入ってきた。どうしたのおしのはいぶかしげに聞いた。旦那のことなんですが、と、かすけは、 ささやくように言った。どうも、いつもより具合がお悪いようですから、もうお休みになるようにおっしゃってくださいませんか。どんな具合なのひどい熱なんでしょう。お顔が赤いし、息苦しそうで、激しい咳込みが二度もございました。と、かすけば言った。お休みになるようにと、いくらおすすめしても、お前こそ、 もう帰れとおっしゃるばかりで。おしのはうなずいた。いいわ。あたしが行ってみるから。かすけさんはもう帰ってちょうだい。今夜はもう少し残ることにします。いいえ。帰ってお父っつんが気をもむから、いつも通りにしたほうがいいわ。かすけはよほど残りたそうであったが、おしのは帰るように言い、自分はすぐに店へ行ってみた。 世代の中蔵と徳次郎が父と机を挟んで座り、朝愛をしていた。中蔵は21、徳次郎は23歳。年が明けるとのれんを分けて店を出すことになっている。他に小僧を入れて店の者が7人いるが、みんな店の次の部屋で読み書きやそろばんの稽古をしていた。お篠は、 父の様子を見た。騎兵は45歳という年よりずっと老けて見える。体もすっかり痩せているし、顔は頬骨から顎の骨まであらわになり、落ちくぼんだ目やえぐったようなこめかみや油気のない灰色の髪などは、そのまま思想を示すように感じられた。い,いえ、そんなことはない。 父は前からあんな風だった。と、おしのはかぶりを振った。十二の年で奉公に行き、二十五で婿養子に治った。それから二十年、物見湯山にも行かず、寄せや芝居を見るでもなく、もちろん酒やタバコの味も知らない。ただ、武蔵屋のため、商売第一と勤め通してきた。老舗の名は聞こえていたが、 確実に資産を積んだのも、隣にあった紙問屋を買って油屋の店を開いたのも、皆、騎兵の働きであった。五、六年前から、疲れが出始めた。私が、十一、人の頃からだ、と、おしのは思った。おしのは幼い自分から、父と母との間に寝かされていた。 それは母の主張であったが、十一人になってから夜半に目が覚めた時など、暗くしてある暗闘の光で見ると、父の寝顔は凄まじいほど憔悴してい、死んでいるのではないか、とさえ思ったことが幾度もあった。あの時から、時々、こんな風に見えたことがある。これは、 思想などというものではない。おしのはそう思いながら、さりげなく、父の方へ近寄って行き、甘えた動作で、蝶場合子へ寄りかかった。どうしたと、騎兵が目を上げた。まだ寝なかったのか今夜は、なんだか寂しいのよ。おしのは小さく肩を揺すった。お父っつんが寝てくれなければ。 眠れそうもないの。気兵はそっと笑った。ありがたいが、私は大丈夫だよ。私、本当に寂しいのよ。わかってる。と、気兵はまた、正面に向かって筆を取った。私は大丈夫だよ。自分の体のことはよく知っているからね。もう行って、寝なくちゃダメだよ。そして、徳次郎と、 読み合わせを続けた。お城は諦めた。父がそう言い出したら聞かないことは、よくわかっていたからである。部屋へ戻って寝巻きに着替え、もう一度火鉢のうずみ火を見てから、ヤグの中へ入り、読みかけの松城物語という読み本を広げた。信濃の国の松城という城下町に生まれた姉妹が、 実の母親を探すために諸国を回りながら、いろいろと辛い苦しい目にあったり、悲しい思いをしたりする話で、もう二度も読み、筋は暗記しているくらいだが、繰り返し読んでも押しのは飽きなかった。だが、その夜はいくらも読まないうちに眠ってしまったらしい。呼び起こされて目を覚ますと、 徳次郎が真っ青な顔をして、旦那が、と言いながら、店の方を指さしていた。徳次郎の顔の層が変わっているのを見て、おしのははっきり目が覚め、起き上がって反転を引っ掛けた。父は、座布団を並べた上に寝ていたが、滑血をしたのだろう。口の周り、着物の襟、そして畳の上まで、 血が飛び散ってい、それを店の者たちが拭き取っているところだった。騒ぐな。と、気兵は目をつむったまま言った。薬はいらない。ぬるま湯に塩を入れてきてくれ。おしのを起こすな。滑血は初めてではないが、そんなに多量に吐いたことはなかった。おしの足の方から震え出し、息が詰まりそうになった。 声が出ないので、徳次郎に目で頷き、茶の間へ行って、塩のぬるま湯を作った。かっけつしたら、そうするようにと、前に医者から聞いていたのである。おしのは自分を落ち着けるために、水を一杯ゆっくりと飲み、それからまた、店へ出て行った。気平は目を開いて、入ってくるおしのを見つめた。塩湯よ。 おしのは微笑しながら座った。こすぎたら、すぐしますわ。大きなくってもいいのに。口を聞いてはダメ、と、おしのが言った。そっと、頭だけ上げてね。特んと中丼、後ろからそっと支えてちょうだい。二人が後ろから抱き起こすようにし、おしのは父に塩湯を飲ませた。しばらくは動かせないので、 汚れた着物もそのまま、枕をさせ、貝い巻きをかけてから、湯で手ぬぐいを絞って、胸元から口の周りを拭いた。胸が落ち着かない、と、気平が言った。手ぬぐいで冷やして当ててくれ。ごめんなさい、と、おしのはすぐに立った。それをすっかり忘れてたわ。お前たちはいい。 四平兵は店の者に向かって行った。もう遅いから、片付けるのは明日にして、みんな寝てくれ。横山さんを呼んできましょう。いや、それも明日でいい。今呼んだところで、医者にもどうしようもない。じっとしている他に手はないんだから。に朝になって、横山さんとくを呼んだ。 五福橋に住む医者で、騎兵が老害になって以来のかかりつけだったが、診察をして帰るとき、送りに出たおしのに、そっと首を振ってみせた。難しいことになった。と、三徳は囁ささいた。今度は、あとよほど大事にしないと、取り返しのつかぬことになるかもしれない。おしのは、つばを飲んだ。 店に置いてはダメだな。と、三徳は首をひねりながら言った。あの通りの証文だから、少し落ち着くとすぐに動き出すだろう。今度は寮の方へ移して、商売のことなど忘れてゆっくり養生をさせなければいけない。それも、一日でも早い方がいい。はい、と、おしのはうなずいて言った。 何か特に効くお薬はないものでしょうかないだろうな。この病気ばかりは特に効能ある薬というのはなさそうだ。三徳はまたそっと首を振った。空気のきれいなところで呑気にして性のつく食べ物を食べる。そうして病性の衰えるのを待つ。というより他に今のところ手はないと思う。 わかりました。おしのはまたうなずいた。できるだけ早く、そうするようにいたします。医者が帰るとすぐに、おしのは亀戸の寮へ使いをやった。母に来てもらいたい、ということづてを命じ、かごで行かせたのであるが、おたみというその若い女中は帰ってくると、騎兵に向かって、おかみさんは体の具合が悪くて、 来られないそうです。という返事を伝えた。おしのがちょっと座を外していた間のことで、珍しく、気兵は怒った。どうして迎えなどやったんだ気兵は尖った声で言った。迎えをやっても来ないことは分かっているじゃないか。ごめんなさい。おしのは目でわみながら答えた。どうしても相談しなければならないことがあるんです。 私、ちょっと、行ってきてもいいでしょうか。相談とはどういうことだ。おしのは、勇を振るうという気持ちで、医者の言ったことを父に告げた。気平は終わるまで聞かずに、激しくおしのを遮った。私は寮などへ行かない。そんなことをしなくとも大丈夫だ。だって、お父っつぁん。いや、大丈夫だと言ったら大丈夫だ。と、気平は言った。 この病気のことなら医者よりも私の方がよくわかる。私は若い頃から体のことには気をつけているし、この病気にかかってからは病気に波のあることや、その波頭を逃げるコツも覚えた。いや、本当だ。気兵は込み上げてくる咳をこらえるために、ややしばらく息を休めた。人間には地元というものがある。 洋生不洋うによって生まれつきの寿命を損なうこともあるが、自分の体の調子によく気をつけていれば、どうしたら寿命を保つかということはわかるものだ。それに、この暮れに迫って、店を開けるなどということはできない。大丈夫だから心配はしないでおくれ。その日は、ことの傾向さめがあった。 昼頃になると、気兵は、もう、落ち着いたから、着替えをして行っておいで、と、おしのに言った。後で、起きたりなさらなければ、と、おしのが言った。でも、お父っちゃんは、私がいなくなると、きっと起きてしまうでしょう。まだそんなことを言うのか。と、気兵は枕の上で首を振った。あまりうるさくしないでくれ。 病気の起こっている時は、し来症がなくなるんだから。ごめんなさい。おしのは明るい調子で言った。じゃあ、私たし、行ってきます。私たしは眠るから、ゆっくりしておいで。はい。おしのは元気にうなずいた。二人の女中、特におたかと手代の徳次郎によく頼んでおいて、おしのはざっと身支度を済ませ。 家を出てから辻かごを拾った。うろん、傾向さめに行くのではない。まっすぐに亀戸の寮へ走らせた。途中で雨が降り出し、気温も低くなり、寮へ着いた時には、あたりはもう一面の雪景色であった。冬になってから二度目であるが、その季節にしては珍しく、形も量も多いボタン雪で、 門から寮の戸口さえ見えないくらいであった。出てきたのはおさであったが、おしのを見るなりひどく浪漫し、ちょっとお待ちください、と言って小走りに奥へ去った。奥の方で三味線の音と歌の声が聞こえてい、おしのは構わずに上がってそこで足袋を脱いだ。おさは戻ってくると、 あちらは今、散らかっていますからと言い、客用の八畳へ通した。今、すぐに火を取ります。おまさは、そわそわと、敷物や火鉢を直しながら言った。急に嫌なものが降り出して、さぞ途中、お寒かったでしょう。今、おかみさんも、おいでになりますから。いいのよ、せかないでも。風気味で、くさくさするからって。おまさは、 眩しそうな顔つきで言った。ちょっと今、何していらしたんですよ。今、火を取りますから。三味線と歌の声はもう聞こえなかった。おまさが火鉢に火を入れ、茶と菓子を運んでくると、間もなく母のおそのが現れた。年は35歳。大柄ではあるが、体の線が美しく、胸や腰などは、 娘のようにすんなりしている。色のやや浅黒い細表の顔に、憂いを含んだような綺麗長の細い目と、やはり薄くて小さな口元が、娘のお城でさえ惚れ惚れするほどの際立った魅力を持っていた。途中で、振られたんでしょお園は火鉢へかぶさるように座りながら、潤んだ目つきで、 じっと娘を見つめた。寒いから、何か暖かいものでも取りましょ。あんた、綺麗になるばかりだわね。おっさん、具合が悪いって、と、おしのは言った。誰かお客があるようだけれど、寝ていたんじゃないんですかお客なんかは言いやしなくってよ。寝ていたんだけれど、頭がくしゃくしゃするもんだから。今、床の上で、ね。 ちょっといたずらをしていたところなの。お昼に何をご馳走しようかおっかさん、お民から話を聞いたでしょうと、おしのは言った。おとっつんの病気、今度はひどく重いのよ。これまでにないほどたくさん血を吐いたし。やめてやめて。おそのは、きれいな長い指の手を振りながら、いたずらっこのように眉をしかめた。 そんな話を聞くと、胸がムカムカするじゃないの。横山さんっていう医者がついてるんだもの。病人のことは、医者に任せておけばいいでしょう。その、横山先生がおっしゃるのよ。おしのは我慢強く、子供をなだめるような調子で言った。今度は、よっぽど大事にしなければいけない。店に置いてはダメだから、寮の方へ移して、ゆっくり。 余剰をさせるようにって。嫌よ。い,いえ、ダメよ。そんなこと。さんおっかさん。と、おしのが言った。そんなことダメよ。おそのは脇の方を向き、すぐにまた向き直って、娘の目を見つめながら言った。あんただって、わかってるでしょ。そんなこと言ったって。 当人が気アしないわ。たとえ医者に死ぬと脅かされても、あの人は店を離れるような人じゃないことよ。そうでしょおしのは母の顔を見守った。そうね。あんたの目を見ればわかるわ。おそのは目を細めて微笑した。あんた、あの人が承知しないものだから、あたしに勧めさせるつもりで呼びに来たんでしょ お父っつぁんは、と、おしのが言った。おっかさんの言うことなら、きっと聞いてよ。そんなことを、あたしが嬉しがるとでも思ってるのお願いよ、おっかさん。おしのは、母の手を握りながら言った。今度は、本当に危なそうなの。今度だけでいいから、うちへ来て、寮で養生するように、言ってちょうだい。ねえ、一生のお願いよ、おっかさん。 そのは、娘の手を優しく撫で、あやすような口ぶりで言った。落ち着いて、落ち着いて、そんな大げさなこと言わないでよ。あんたって、おっかさんには白状なくせに、あの人のこととなると、すぐにのぼせあがるのね。たまには、あたしのことを考えてくれてもいいじゃないの。え、そうね。 おしのはぎこちない動作でうなずいた。痛いことを押さえつけるような固いうなずき方でそれから言った。おっかさんのお世話をしなくて本当に悪いと思うわ。お父っつんさえ落ち着いたら今度こそどんなにでもおっかさんのお気にいるようにしてよ。だから私のお願いも聞いてちょうだい。いいわ。あんたには負けた。 おそのは、娘の手を軽く叩き、それを話しながら言った。明日か明後日、そうね。明後日の夕方頃、行くことにしましょう。嬉しい。ほんとね。断っておくけれど、あんたの考えている通りになるかどうかは、私にも保証できないことよ。ほんとに来てくださればね。ゆぐって行ったら行くわよ。と、おそのが言った。 お昼に何を食べるいっそ、鳥舐めでも取ろうかおしのは、母と一緒にご飯を食べた。その座敷にこたつを入れ、久しぶりに差し向かいで話しながら食べたのであるが、奥の部屋に誰かいるように感じられ、それが気になって落ち着かなかった。人がいるというような物音や気配は少しもないし、おまさや、 母のそぶりにも変わったところはなかった。ことによると、初めに入ってきた時の、おまさの老媒した様子や、つまびきの三味線と低い歌の声を聞いたのが、耳に残っているためであろうか。しんとした奥の部屋に、誰かが息を潜めて、こちらの様子を伺っている、という風な感じが、どうしても頭から去らなかった。 じゃあ、きっとね。おしのは帰る時にもう一度年号をした。あさっての夕方、待ってるわよ。あんたも、今言ったこと忘れないで。と、おそのは言った。肌の手入れとお化粧、もう少し髪の流行りに気をつけること。よくって。呼びにやった籠ががおまさの差し掛ける傘で雪を避けながら。 おしのは広い足で門の外へ出た。肌の手入れカゴが動き出してから、おしのはいぶかしそうにつぶやき、そうか、と自分にうなずいた。ご飯を食べながら、ずっとその話をしていたのね。髪結を帯、着物、母にはそういうことしか興味はない。昔からそうだった。 おしのは思った。目をつむって母のことを回想すると、化粧をするところや、反物を選んでいるところや、着飾って出かける姿しか浮かんでこない。父に抱かれて寝たり、子守歌を歌ってもらった覚えがあるし、はしかの時や放送の時はもちろん、風邪をひいたぐらいの時でも、父はそばを離れずに看病してくれた。 しかし、母に面倒を見てもらったようなことは少なくとも自分の記憶には残っていない、と、おしのは思った。母は自分に化粧をしてくれ、着飾らせて芝居や寄せや、さんや見物には連れて行ってくれた。芝居茶屋でひいきの役者たちを呼び、自分と子役を並んで座らせ、今日がって主演をしたことも幾度たびかあるし、 母が仲間たちと一中節をさらうのだと言って、料理茶屋へ集まり、おさらいなどをする様子もなく、男女の芸人や役者などを呼んで遊ぶ、などということも珍しくはなかった。お父っつぁんにすまない。そんな時には気がとがめ、今度母に誘われても、決して遊びには出まいと違うが、華やかで、 楽しい座敷を思うと、ついその誓いも忘れて、十か十一くらいの年までは、そんなことが続いた。おっかさんは、平気だった。こんなことは内緒だよ。と、言ったこともないし、口止めをするようなこともなかった。十一ぐらいから、自分は母の誘惑を拒むようになり、次第に母とうとくなった。 母はそんなことには気もつかない様子で、それからずっと好きなように暮らしてきた。私が秘書でないことが、かえって自由なようにさえ見えたものだ、と、おしのは思った。あんなに気やすく受け合って来るかしらおしのは、かごに揺られながらつぶやいた。場合が場合だから来てくれるだろうけれど。 もし来てくれなかったら、今度こそ、私行ってやるわ。今度こそ、言うだけのことを言ってやる、と、おしのが思った。夜になると、雪は雨になり、明くる朝は、きれいに晴れていた。気兵の病性は変わらず、食欲のないのが心配だったが、咳も少なくなり、熱も下がってゆくようであった。 おそのは来なかった。約束の三十日は午後から待っていたが、夜になっても使いさえよこさなかった。やっぱり、そうだったのね。おしのは悔しさのあまり身が震えた。すぐ自分で迎えに行きたいと思ったが、年末の消華は多忙で、女中までが店の手伝いに追われ、おしの以外に、 父の世話をする手がないため、亀戸まで行ってくるような暇は全くなかった。大晦日の晩、十二時過ぎに、騎兵がまた滑決した。十時に店を閉め、番頭と手代たちが調愛にかかった。それが済んでから三人が帳簿を持ってき、騎兵の枕元で説明をした。騎兵は、ヤグの上に座り、 いちいち長母を突き合わせながら聞いていた。十二時ちょっと前に、年越しそばが来、番頭たち三人が食べた。おしのは箸をつけただけで、父に薬湯を飲ませようとしたが、もうすぐに終わるから、と言って、騎兵はそろばんを置こうとしなかった。そうして、すっかり終わったとき、 騎兵は手洗いに行き、その戻りに廊下で、滑血して倒れた。血の量はそれほど多くはなかったが、この前の時がひどかったし、体力がまだ回復していなかったため、滑血した後失神し、夜が明けるまで、昏睡状態が続いた。四。 おしのは夜明けを待って、亀戸へ使いをやった。医者の横山三徳は首を振った。どんな名医でもダメだ。と、三徳は病人の枕元で言った。もう、人間の手には負えない。明日までも難しいと思う。おしのは番頭たちと相談をし、例年通り元旦を祝うことにした。どんなことがあっても、 父は必ず店の敷きたりを守った。おしのはその父の将分を盾に取り、番頭たちの反対を押し切って、いつものように修儀の支度をさせた。亀戸へ使いにやったのは、年上の女中のおこうであった。が、かごで行ったにしても帰りが早く、おしのを廊下へ呼んで、おかみさんは留守でした。と、囁いた。 ルズってどういうこと江ノ島へいらしたんですっておしのの口がゆっくりと開いた。二十九日の朝、と、おこうは続けた。国町の伊勢宮のおかみさん、通り二丁目の吉屋のおかみさん、その他お二人ご一緒に、き帰りとも七日のつもりで、江ノ島の弁天様へお参りにいらしたんだそうです。 お母さんが、二十九日に、おしのは、ぼんやりと聞き返した。江の島へだっておまっさんがそう言ってました。二十九日と、おしのは、また聞き返した。それ、本当のことだろうね。だが、おこうの返事を聞こうともせず、おしのはふらふらと、 よろめきながら自分の部屋へ入り、畳の上へ崩れるように座った。二十九日は、おしが訪ねた翌日にあたる、その時母はあさっての夕方に行くと約束をした。父がこれまでとは違って本当に渋滞だということをはっきりと言ったし、それが誇張でないことは分かったはずである。 母さんは騙した。おしのは、歯と歯の間でつぶやいた。母さんは、私を騙したのよ。あの時も、辺の島へ行くことは決まっていたんだわ。二十七日の夜から、日の毛を入れなかったその部屋は、壁まで染み通るほど冷えていた。しかし、おしのは、その寒さにも気づかず、おたみが呼びに来るまで、 一人でじっと座っていた。おたみは、ふすまの外から呼びかけ、返事がないのでふすまを開けた。いらしたんですかと、おたみが言った。旦那がお呼びです。おしのは、ゆっくりと女中を見た。旦那が、目をおさましになったんです。と、おたみは言った。そして、おしのさんは、どこにいるかって。おしのは、 夢から覚めでもしたように、ああ、と声を上げて立ち上がった。K の枕元には手代の中蔵がいて、気兵が何か言うのを乗り出すような格好で聞いていたが、おしのと入れ替わりに店の方へ出て行った。K はおしのを見ると安心したように頷うき、そして目をつむった。おしのは座って、 気分はどうかと聞いた。気兵はしばらく経ってから力のない低い声で大丈夫だ。と言った。心配しなくてもいい。大丈夫だ。と気兵は言った。壁の向こうから聞こえてくるような声であった。同じことを言うようだが私は大丈夫だ。こんなことで死にはしない。三徳さんには わからないんだ。ごしょうよ。そんなに話をしないで。これだけ言っておきたいんだ。と、気兵は目をつむったままで言った。私は夜中に倒れてからのことをみんな知っている。気を失ったのはほんのわずかな間で、それからちょっと眠った時の他は何もかも知っている。もう、どんな名医でもダメだと、 三徳さんの言うのも聞いていたんだ。そして気平は目を開き、娘を見て唇に微笑を浮かべた。わかるだろう。と気平は言った。私はまだ知りはしない。昨べ吐いたのは残っていた悪い血だ。病気の根になっていた悪い血が昨べできれいに出てしまった。医者にはわからないが、 私にはそれがよくわかるんだ。今日ほど、と言って、気平はまた目をつむった。この病気になってから今日ほど気持ちの軽くなったことはない。胸の中も洗ったようにさっぱりしたよ。よかったわ。よかったわ、お父っつん。と、おしのが言った。でも、 話はもうそのくらいにして、少し眠ってくださいな。あ、眠ろ。騎兵は言った。私は眠るから、お前もつまらない心配はしないでおくれ。みんなが来たようだね。おしのは振り返った。すぐに襖が開いて、番頭、手台をはじめ、店のものが全部入ってき、襖際に並んで座った。 私がそう言ったんだ。と、気平が言った。お前が挨拶をしておくれ。おしのは向き直った。おけまして、おめでとうございます。と、番頭のかすけが両手をついて抵当した。他の者も一斉に抵当し、かすけが続けた。昨年中はお世話になりました。今年は、 お店もますますご繁盛。私どももまた、どうぞよろしくお願い申します。そして他の者のが、おめでとうございます、と声を揃えていった。おしのは歯を食いしばった。はい、と、おしのはうつむいて答えた。おめでとう。それから、ようやくのことで続けた。 どうぞ、今年も、よろしくお頼み申します。店の者たちは、逃げるように去った。おめでとう。おしのは、その姿勢のまま、心の中でそう繰り返した。あけまして、おめでとう。おしのは、叫び出したいような衝動に襲われ、それをこらえるために、力限り、手を握りしめた。 へ平はといきをつき、これでじつらしくなった、と言った。私は眠るから、お前はうにを祝って、私の代わりにんがの客に会っておくれ。悪いけれど、親類の方たちにも失礼するから、とへ平は言った。三日の夜半、およそ午前一時頃に、おしのは、 父の呼ぶ声で目を覚ました。年末からの疲れで、しょうもなく眠っていたらしい。父の呼ぶ声が聞こえているのになかなか目を覚ますことができなかった。騎兵は油汗をかき、は、は、と短く力のない呼吸をしていた。おしのはぎょっとし、寝巻きのまま跳ね起きたが、騎兵はかすかに首を振った。 そのまま、寝たままでいい。と、気平は言った。風邪をひくといけないから、寝たままで聞いておくれ。話したいことがあるんだ。おしのはうなずいたが、反転を引っ掛けておき、土の枕元へすり寄って、手ぬぐいで汗を拭いてやってから。薬刀をつごうかと聞いた。何も欲しくない。 寒いから、早く横におなり、と、気平は言った。お野は、言われる通りにした。五奥倉の二階に、私の氷がある、と、気平は話し出した。その中に、彼が、八百七十両入っている。いいか 奥倉の二階の氷だよ。私がこの店へ方向に来るとき、着物類を入れて背負ってきた氷だ。もう古くなって四隅には穴が開いている。金はその中に油紙で包んで入れてある。と、騎兵は言った。私は千両にするつもりだったが、八百七十両にしかならなかった。 どうしてそんな話をするのお前の金だからだ。と、気兵は言った。千両になったら、私はお前と二人で、この家を出て、別に商売を始めるつもりだった。そのは良くない女だ。お前をあの女のそばに置きたくなかった。あの女は家付きだから、 離別をして出すというわけにはいかない。恥ずかしいけれども、私が婿養子で、お園に逆らえないことは、お前もよく知っているだろう。いや、まあ、聞いておくれ。この年まで、私はずいぶんできない辛抱をしてきた。婿になるとき、亡くなった旦那に、泣いて頼まれたことと、 お前というものがいたから、今日まで辛抱してきたんだ。さもなければ、とっくに飛び出してしまうか。もっと悪いことになっていたかもしれないんだ。そんな話、やめて、お父っちゃん。と、おしのが遮った。病気に触ったらどうするの私も行くのは嫌よ。もうすぐだ。 もう少しだから、聞いておくれ。と、K は言った。いいか。私は、お前一人を頼りに生きてきた。婿の縁談を決めなかったの。二人でこの家を出るつもりだったし、別に商売を始めたら、その時、縁組みをする手はずがつけてあったんだ。 金はその目的で貯めたものだ。入婿でも武蔵屋の主人だから、この家の財産は俺のものだと言えるだろう。しかし、自分は自分の金を持ちたかった。それで油屋の店を開き、この店と油屋から上がる利益のうち、自分の取り前を別にして貯めたのだ。千両には、 だのなかったが、それでも、商売に取り付く元手にはなるだろう。と、騎兵は続けた。もしも、私にもしものことがあったら、あの金を持って、徳次郎と。いや、よして。おしのは、起き直った。そんな話はいや、ほとちゃん。はっきり言おう、おしの。 気兵が言った。私はもう、ダメなんだ。おしのはまた反転を引っ掛け、土の枕元へ行って座った。送信が震え、舌が加わばって、すぐには何も言えなかった。大晦日に倒れた時、私には、それが分かった。と気兵は続けた。 お前に心配させるのが辛さに隠していたけれども、今度こそダメだということは分かっていたんだ。お父っつんが死ぬなら、と、おしのはこわばった口ぶりで言った。あたしも死んでよ。そうすれば、私が喜ぶと思うのか。お父っつんがいなくて、どうして生きていけるのおしのの方。 涙がこぼれ落ちた。お母さん一人になったら、この店だって、すぐめちゃめちゃにしてしまうだろうし。私なんか、どうなるか分かりやしないわ。だから、この家を出るんだ。お父っんが死ぬなら、私も死ぬわ。おしのは泣き出した。お父っんがいないのに、生きていてどうするの。何を楽しみに、生きているのよ。 もう一言だから聞いてくれ。と、キエが言った。私は、徳次郎によく話してある。いいか私がいけなくなったら、徳次郎と二人でなるべく早く、この家から出て行くんだ。徳次郎は若いが、信用のおける、しっかりした人間だ。あれには金のことも話してあるから。 おそのが何と言おうと、一日も早く、この家を出て行くんだ。分かったかおとっさんは、私を徳丼と一緒にするつもりなの騎兵は首を振った。いや、そんなつもりはない。徳次郎も、そんなことは考えてはいないだろう。もし、お前が、あれを好きになるようなら、 一緒になるがいいし、そうならないにしても、徳次郎はきっと、お前を守ってくれる。これだけは、間違いのないことだから、信じておいで。これで、話は済んだ。すっかり話したら、気が楽になった。私も眠るから、お前も寝るがいい。と言って、騎兵は目をつむった。 お父っつぁんは死ぬ。ヤグの中へ戻ると、おしのは買い巻きを額までかぶり、声を潜めて泣いた。そんなことがあって、いいだろうか。父は苦労の指導士だった。妻を持ちながら、夫らしい扱いをされたことがない。雇い人が寝た後まで、商売のために、 生魂をすり減らした。武蔵屋の資産は先代の倍近くになったとも言われるが、父はそのために自分の命を削った。現実に自分の命を削ってしまったのだ。そうして今、生きてきた楽しみを何一つ味わわわず、苦労のしっぱなしで死んでゆく。 これはあんまりだ。あんまりむごすぎる。と、おしのは心の中で叫んだ。神仏があるかないか知らないが、もしあるなら、父を助けてください。神仏というものがあるのなら、このまま父の死を黙ってみてはいられないはずです。あたしの寿命を縮めてもいい。あたしの命を分けてでも、 どうか今、父を死なせないでください。おしのはむせびなきながら、かいまきの中で合唱し、全身を固くして祈った。あくる朝、卵の黄身を入れたもいを、ほんの二口ほどすすった騎兵は、もし、椿があったら見たい、と言った。赤い。 山椿があったら欲しい。木平は探るように娘を見た。子供の自分から私はバキの花が好きだった。長いこと見なかったので、もしあったら見たいと思うが、今は咲く季節じゃないだろうか。い,いえ、咲いているわ。すぐに行って買ってきましょう。買うのか。 亀戸の寮の周りにはあるけれど、こんな街中では無理よ。おしのは微笑した。買うと言っても安いんだからいいでしょ。ちょっと行ってきます。おしのは自分で花屋へ行き、山椿らしい枝ぶりのものを選んで買ってき、刺すものも一番素朴なバンコの壺にした。それを持って行って眺めよいように置くと、騎兵は黙って、 かなり長い間、うっとりとしたような目で見守っていた。よくなかったかしらいい、いいよ。枝ぶりもいい。比平は花を見つめたままで言った。子供の頃が思い出される。あは、懐かしい。父の目尻から涙が溢れ落ちるのを見つけ。 おしのはすりよって、手ぬぐいで、そっと拭いてやった。六。K は話した。彼は川崎材の農家で育った。今では兄が家を継ぎ、村でもかなりな電池持ちになっているが、彼の育つ頃はまだ半分小作で、生活もかなり苦しかった。 そんなことはどっちでもいいが、家の後ろに小さな丘があり、その丘を越したところに竹やぶに囲まれて小さな池があった。やぶの中にも山椿の若木がいく本か伸びていたが、地半にある小木はそのとい根の一部を池に浸し、枝も池の上まで伸ばしていい、下になると落ちた花で池の水が見えなくなるくらいであった。 目をつむると、今でもその景色がありありと見えると、気平は言った。私は子供の自分、親に叱られるとか、友達と喧嘩をした後とか、悲しい、頼りないような気持ちになるとかすると、よく一人でその池のそばへ行って、ぼんやりと時を過ごしたものだ。 他の季節は知らない。記憶に残っているのは、椿の咲いている時のことだけである。竹藪は黄色くしもがれ、池の水は寒々とよどんでいる。椿の木の幹は灰色で、空は鬱陶しく曇っていたようだ。すべてが白茶けた単色に彩られている中で、椿の葉の黒ずんで光る群様と、 葉がくれにつつましく咲いている赤い花とは、際立っているようで、かえって物悲しく、こちらの心に染み入るように思えた。この花だ、と、気平は目を向けていった。小さい私は、池の旗に佇んで、一人っきりでこの花を見ていたものだ。ある時は泣きながら、 ある時は途方に暮れながら、この花を見ていると、何十年も昔の自分の姿がありありと目に浮かんでくる。懐かしい。本当に懐かしいと言いながら、騎兵はまた涙をこぼした。どうしてそう言ってくださらなかったのおしのは頬を拭いてやりながらいた。 言ってくだされば、椿の花ぐらい、いつでも、生けてあげられたのに。そうだったなあ。と、頷いて、騎兵はしばらく黙っていたが、やがて独り言のように、低い声で言った。けれどもな、あ、星野、あきんどというものは、隠居でもしない限り、花いじりなどはしないものだ。ことに私は無この身で、 亡くなった旦那に義理があるし、本当を言うと、武蔵屋の心象を起こすということ以外には何も考えなかった。椿のことなども今日まで思い出しさえしなかったんだよ。おしのは、そっと顔を背けた。夕方になり、父が眠っているのを確かめて、 おしのは国町の伊勢宮を訪ねた。伊勢宮は瀬戸物んやで、おかみのおよは古くから母と親しくしていた。気量も良くないし、広くこえていて体つきも醜いが、派手作りで遊び好きなところは母とよく似ていた。日本橋通り二丁目の吉家の妻女もその仲間であるが、住まいが近いためか、 性があっているからか、伊勢球の最女の方が、母とは最も親しかった。二十九日に、行き帰り七日ということで出かけたとすると、四日はその帰る日に当たっている。もし、伊勢球で帰っていたら、すぐに亀戸へ迎えをやるつもりであったが、訪ねて行くと、おとよはいた。 声太った体に派手すぎる小袖を着、反り返るような格好で出てきたおとよは、おしのの問いに首を振り、子供のような細い声で、私は知らない、と答えた。だって、おしのは戸惑った。吉家のおばさんと一緒に、うちのおっかさんと江の島へ冷やしたんじゃないんですか行かないわよ、と、おとよはまた首を振った。 よし、やの、ハンさんも、二日の晩から昨日夕方まで、もにがけでうちへ来ていたわよ。では、これから、どこへもいらっしゃらなかったんですかおそのさんは、江ノ島へ行ったんですってと、おとよの方で聞き返した。そんなら、きっと、ぞうと一緒だわ。きっとそうよ。ぞうって、どこの人でしょ中村座の役者よ。 あんた、知らないのと、おとよは平気な顔で言った。まだ、名題になったばかりの若手だけれど、今に売り出すだろうって大層な評判だし、いい引き筋も随分あるの。ところが、去年の顔見せから、おそのさんが熱を上げ始め、ほとんど独り占めにしていたそうだ。というところまで聞いて、おしのは逃げるように、 いとまを告げたあ、おしのちゃんと、後ろからおとよが言った。詳しいことは、マスヤの佐吉に聞くとわかってよ。おしのは怒りと恥ずかしさとで身が縮むように思った。おとよの話す口ぶりと、その話の不潔な嫌らしさとは、これまでかつて経験したことのないものであり、それが自分の母に、 関係していると思うと、激しいお心に襲われ、今にも王としそうになった。たがどうしよう。父は死にかかっている。どんなにいやらしくけがらわしくとも、知らずにいる母を、そのままにしてはおけない。中村座へ行ってみよう。マスヤは中村座の芝居茶屋で、佐吉というのは、 その店に属する出方だった。若手の役者が正月の芝居を抜けるというのは、ちょっと不自然に思えたが、籠に乗って行く先を言うと、中村座は間口を広げる不審中で、春芝居の開くのは十日頃らしい、ということであった。いいわ、と、おしのは言った。とにかく、増ス屋へ行ってちょうだい。先吉に聞けば、 詳しいことがわかると、おとよが言った。さきちは古くからいる男で、おしのもよく知っている。母がその役者と一緒だとすれば、マスヤで知らないはずはないし、帰ってきたかどうかもわかるだろう。おしのは、そう考えたのであった。マスヤの前で籠を降りると、表を閉めた店の前に、さきちが若い男と立ち話をしていた。 おしのはこの一年半ばかり来なかったので、彼はちょっとわからなかったらしい。それからびっくりしたように頭へ手をやりながらそった。こらどうも、すっかりおみそれをしました。しばらくお目にかからないうちに、すっかりおきれいになって。などと、止めどもなく愛想を並べ出すので、おしのは、ちょっと、と、遮り、こっちへ来てくれ。 という手真似をしながら脇の方へ寄った。若い男は黙って反対の方へ遠のき、佐吉はおしののそばへ来た。おっかさんのこと知ってるでしょと、おしのは低い声で言った。あんたのせいにするんじゃないから正直に言って、どうぞっていう役者と江の島へ行ったこと知ってるわね。わかったな い,いえ、それはもう決して隠し立てなんかしやしませんが、佐吉は頭をかき、いかにも平行したように肩をすくめた。その、東蔵という役者はあそこにいるんで。ええ、今あしと話していたあの男です。おしのは振り返ってみた。その若い男は、店の前に立ててある松飾りの松の葉をいじくっていた。 野豪は沢田や、島村東造と言って、お山では今売り出しの。では誰と言ったのおしのは、また遮って聞いた。誰とういう人キ太郎と言って、子役を務めていましたが、去年の顔見せが終わった後芝居をやめて、それ以来、ご心臓さんのお世話になっていたようですから。もし、江の島へおいでなすったとすると、その菊太郎と、 うちはどこと、おしのが言った。その菊太郎という人は、どこに住んでいるのその、それは、と、佐吉は、どもりながら言った。確かずっと、亀戸の寮の方にいるとかっていう、おしはよく知りませんが。おしのの顔が、さっと白くなり、あまりに強く噛んだためだろう。下唇に、血の滲むのが見えた。 七。おしのはそこを去ろうとしたが、ふとう、島村陶蔵の姿を認めて立ち止まった。陶蔵は、松飾りのところに立って、こちらに横顔を向けていたが、明らかに目の隅で、こっちの様子を見ているようであった。あの人と、話をさせて、と、おしのは先地に言った。手間は取らせないわ、ちょっとだけ。 聞きたいことがあるの。いいでしょ沢田屋とですか佐吉は唇を尖らせた。ほんのちょっとだけ、お願いよ。と、おしのは言った。店の隅でもいいの。立ち話でいいから、うん、ちょっと、二人だけにさせて。佐吉は東像の方へ行き、低い声で話していたが、東像はすぐに頷いて、そのまま、マス屋の店へ入って行き、 佐吉は戻ってきて、どうぞ、と、片手を振った。意外の、霧をご存知ですね。左の端だったかしら。佐吉は頷いた。先に癒しててください。後からすぐにやります。ただし、何もお構いはできませんから。私も、帰りを急ぐのよ。おしのはかごやに、待っていてくれと言い、手早く何がしか紙に包んで、 咲吉に渡した。咲吉はそしらぬ顔で巧みに受け取り、おしのを店の中へ案内した。そして、工業のある時以外は見回りがやかましいからなるべく早く、と囁いた。おしのは頷いて薄暗い階段を音のしないように素早く登っていった。母親とよく来たことがあるから、霧という座敷はすぐに分かった。 雨戸が一枚開けてあるだけだし、もう黄昏れていて、明かりのないその十一条の座敷はひっそりと暗く、寒さが身に染み通るように思えた。おしのは両袖へ手を入れ、それを胸の上で重ねて、震えながら壁に立てかけてある一層の畳まれた屏風を見守った。正月は大抵。 松と鶴の絵だった。おしのはぼんやりとそう思った。切り金の字に松と鶴を描いた屏風が建てられ、百目ろうそくの食台が輝き、薪絵の全部が並び、役者や芸儀が鳥持ちに座った。まばゆいほどの光と、華やかな色彩と、歌や鳴り物や共生が。この座敷いっぱいに、 繰り広げられたものだ。自分もいくたびかそういう席に座った。役者や芸妓やマスやの人たちに世辞や愛想を言われて、いい気持ちにうまいものを食べたり、芝居の話に胸をときめかしたりしていた。お父っつんの倒れるまでそうだった。父はいつも店に座っていた。 同業者の寄り合いとか、修儀不修儀とか、やむを得ない付き合いの他には、ほとんど外出もせず、一人で店を守り通してきた。この座敷で、と、おしのはつぶやいた。私がおっかさんとそんな風に、いい気になって遊んでいる時でも、お父っつぁんは、お店の、薄暗い調和格子の中で、 おしのはぎゅっと目をつむった。その時、銅像が入ってきた。お待たせしました。という声を後ろに聞いた時、おしは胸の上で重ねていた両手に力を入れ、深く息を吸い込みながら、ご表紙ほど身動きもせずに立っていた。どういうご用でしょうかと、銅像が聞いた。おしのはゆっくりと向き直った。 緊張しているため、その動作は鈍かったが、銅像を見つめた目は鋭く、相手の心の隅々まで読み取ろうとするような強い光をた,たえていた。あなた、あたしのお母さんを知っているでしょと、おしのは目を動かさずに聞いた。知っているわね。知っています。と、銅像は答えた。長いになることで、 大層、お世話になりました。しかし、その他には、何の関わりもありません。おしのは目を細めた。闘像は十九か二十歳であろう。目方にしては、角ばった顔で、目つきや口元もきつすぎるが、全体にすっきりとした清潔感を持っていた。この人は信じてもいい、と、おしのは直感した。私は、 他の人のようなお取り持ちができなかったんです。と、逃走は続けた。それがご機嫌に触って、ずっとお出入りもしていません。お聞きになりたいのは、それだけですかおしのは、かぶりを振った。父が、死にかかっているんです。それであたし、母を連れて帰りたいんですけれど。誰かと、江の島へ行ったということで。そうですか。 銅像は頷いた。こんなことを言ってはいけないんですが、そういう事情なら申し上げましょう。ご神祖さんの連れていらしたのは菊太郎という子役で、行った先は江ノ島ではなく箱根です。おしのは目を見張った。菊太郎は亀戸のお宅へ引き取られていました。亀戸へ帰るのを待つよりしようがないでしょう。 当然は言った。ご心臓さんも随分ご乱行をなさいましたが、菊太郎に捕まったのは災難です。年は明けて十八ですが、あいつは生まれながらの悪で、ご婦人方にとっては薬病神のようなやつです。あなた、おっ母さんのことをよく知ってらっしゃるの詳しいことは知りません。佐吉さんは昔からごひいだからよく知っているでしょう。 闘争は言った。ご病人がそんな風なら、もう、お帰りになる方が、よくはありませんかおしのは、何か聞くことがあるように思った。この人は頼りになる。この人なら、本当のことがわかる。何か聞いておかなければならない大事なことがある。そういう気持ちを強く感じたが、現実には何を聞いたらいいかわからず。 おしのは礼を言って別れを告げた。ひどいわ、ひどいわ、ふかさん。かごを急がせて帰る途中、おしのは声に出してつぶやいた。おとっつんの病気が重いと知っていながら、そんな人と平気で箱根へ行くなんて。おしのは自分の手を開いて目に近づけてみた。かごの垂れから、 わずかに差し込む残照の炎あかりで自分の指が震えているのをおしのは見た。菊太郎は寮へ引き取られた。二十八日に行った時、やっぱり奥の部屋に菊太郎が隠れていたのだ。三味線と歌の声。母は私を騙した。私が行くまで母は菊太郎と二人で ドンキに雪見酒でもしていたのであろう。そして私が帰った後、二人はまた飲みながら相談をし、箱根へ行くことに決めたのだ。星野は開いた手をぎゅっと握りしめ、目をつむって祈るように口の中で言った。ほっかさん、ほっかさん、帰ってちょうだい。もしこのままお父っつぁんに死なれたら、いくらほっかさんだって。 世間に顔向けができないじゃないの。お願いよ、おっかさん。どうか、間に合うように、帰ってきてちょうだい。八。本国町へ帰ったおしのは、徳次郎に訳を話し、友吉という小僧を亀戸の寮へやった。おっかさんが帰るまで、止まって、待っていておくれ、とおしのは言った。 帰ってきたら、すぐこっちへ来てもらうのよ。分かったわね。幾日ぐらい待つんですかおっかさんが帰るまでよ。もしもおかみさんが帰らなかったら余計なことを言わないの。おしのは睨んで、それから徳次郎に言った。かごでやってちょうだい。その夜、おしのはほとんど眠らなかった。騎兵の容体は落ち着いたように見え、席も時たまにしか出なくなった。 しかし、横山三徳は、もう、間もなくだろう。と言った。落ち着いたように見えるのは体力が尽きたからで、もう時間の問題であると告げた。五日の夜になると、三徳の診断を証明するかのように、騎兵が、そのを呼んでくれ。と言い出した。 声は弱々しくしゃがれているし、こめかみや頬の落ちくぼんだ顔には全く生きた色はなかったが、目だけはちばしったような鋭い光を帯びていた。使いをやって、すぐ来るように言っておくれ。と、気平は言った。一言、あれに言いたいことがあるんだ。間に合うように、急いでおくれ。 おしのは、息が詰まりそうになった。間に合うようにという言葉は、父が自分の死の迫っていることを知ったからであろう。そんなことはないと否定したかったが、父の目の激しい光を見ると、おしのは舌が動かなくなり、使いを命ずるために立ち上がった。亀戸へは徳次郎が言った。戻ってきた彼はおしのを呼んで、 そっと首を振った。あは、と、おしのは吐いをつき、父の枕元へ帰って座りながら、おっかさんは具合が悪くて寝ているそうだ、と、父に言った。死にかかっている者に嘘を言うことの、苦しさと申し訳なさとが、おしのの小姉によく現れていた。よし、よし。気平は目をつむりながら、 それならそれでいい。今となっては同じことだ。後で私が行ってみます。いや、行けない。お前はここにいておくれ。騎兵は目を開いておしのを見た。いつどんなことが起こるかもしれないから。お前はそばを離れないでおくれ。いいわ。とおしのは頷いた。 じゃあまた、特度に行ってもらいましょう。それも明日でいい。と、兵平が言った。もう、どっちでもいいよ。使いをやるまでもない。母が帰れば、友吉が連れてくるだろう。連れて来ないまでも、帰ったという知らせはあるはずだった。おっかさん、帰って。お願いだから、早く帰ってください。おしのは、 心の中で叫び続けた。気兵は暗闇と白明の間をさまよっているように見えた。呼吸は浅く短く、それもふとすると途切れるようであった。眠っているのにまぶたが合わさらず、気味の悪い半眼のままで、時々びっくりしたように、おしのの方を見、おしのがそこにいるのを確かめると、すぐにまた、 うとうと眠るのであった。六日の朝早く、三徳が診察に来て、騎兵がまだ生きていることに拠点した。体はもう半分死んでいる。だが、心臓だけはまだ強い。かなりしっかりと強く打っている。こんな病人を見るのは初めてだ。と三徳は言った。 喉の力がなくなっているので、乾きを訴える時は、綿にぬるま湯を含ませて、そっと吸わせる他はなかった。意識も次第に喰らみ出すようで、わけのわからない上言を言ったりしたが、午前十時頃になると、突然はっきりと目を開き、寮へ行こう、と言い出した。上言だろうと思ったが、そうではなく、 ギラギラするような目でおしのを見上げ、しゃがれてはいるが、はっきりした声であった。おそのが来ないなら、こっちで行こう。と、気平は言った。どうしても一言。生きているうちに、言ってやりたいことがある。だって、お父っつぁん、それは無理よ。いや、トイタに乗せてでも、連れて行ってくれ。どうしても一言。 俺に言ってやりたいことがあるんだ。これを言わずには死にきれない。頼む、おしの。もう一度、使いをやるわ。おしのは、懸命に止めようとした。そんな体で、亀戸へ行くなんて、お父っつぁんが、苦しい思いをするだけじゃないの。苦しい思いには慣れてる。K は、歯を剥き出した。 二十年近い間に死ぬより苦しい思いを幾十たびとなく味わった。と、気平は言った。星野、私はどうしても寮へ行く。といたの支度をするように言ってくれ。頼む。星野は立ち上がった。寮へ行っても、母はまだ帰ってはいないだろう。いっそ。 本当のことを話してしまおうか。その方がいいだろうか。いや、と、おしのは首を振った。それは後でもいい。父が寮へ行くまでに帰るかもしれないし、もし帰っていなかったら、その時話しても遅くはない。そう、心を決めて、番頭のかすけと徳次郎に、父の望みを伝え、戸いたの支度をするように頼んだ。 出入りのかごやが釣り台を持ってき、かすけと徳次郎とが騎兵を抱いてそれに乗せた。重ね屋具の中に寝た騎兵はすぐに油断をかけさせ、誰もついてくるな、と念を押した。人がついてくると目につく。近所へは寮の方へ歩養に行ったというがいい。店のことを頼むぞ、と、かすけに繰り返し、 おしのは草履を祝いつけて履き、戦薬を詰めた瓶と、綿や紙を入れた包みを持って、釣り台の脇について本国町を出かけた。籠におのり、と、騎兵が三度ばかり言った。歩いては疲れる。籠におのり。疲れたら乗ります。あたしのことは心配しないでください。と、おしのは答えた。 書き手の若い者は四人、二人ずつ交代であった。病人は軽いけれども、揺れないように加減をしていくため、かえって骨が折れるようであった。おしのは時を置いて父に呼びかけ、苦しくはないか、少し休もうか、などと聞いたが、気兵は両国橋を渡るまで大丈夫だと答えていた。橋を渡って、 小泉町から亀沢町にかかったとき、騎兵が、おしのの名を呼んだ。ちょっとでいい。休んでくれ。おしのは、釣り台を降ろさせた。苦しいのと、おしのは聞いた。など、示しましょうか。騎兵は、いや、と、首を振りながら、じっと、おしのの顔を凝視した。 何かを問いかけるか訴えるような思いのこもったひたむきの行事であった。何とおしのはゆたんの中へ頭を入れ耳を近寄せて聞いた。何か言いたいの言っておきたいことでもあるのひと言。と騎兵は喉で言った。おそのにひと言。 生きているうちに。あたしが言うわ、と、おしのは、もっと耳を近づけた。あたしが言うから聞かせて。おとっつん、なんて言えばいいの気兵は口を開いたが、何も言わなかった。おしのが、同じことを繰り返して言うと、気兵の瞳がつり上がって白目になった。おとっつん、 おしのが呼んだ。気兵の口から吐息が漏れ、そしてそのまま呼吸が耐えた。隙間からかすかに吹き入っていた微風が途絶えるように、すうっと呼吸が止まり、そのまま吸う息も吐く息も聞こえなくなった。<laughs> こんな街中の道の上で、おしのは、 叫び出しそうになり、両手で口を押さえて、危うく声の出るのを押さえた。気づかれてはならない。こんなところで死んだこと、他人に知られたくない。決して感づかれてはならない。おしのはそう思って油断を下ろし、やってちょうだい、と若い者たちに言った。何を言いたかったの、お父ちゃん。 釣り台と一緒に歩きながら、おしのは心の中で父に呼びかけた。母のことなど口にも出さなかったのに、いよいよ死ぬと分かってから急に会いたがり、トイタに乗ってでも行って一言だけ言ってやりたいことがあると言った。なんだろう。何を言いたかったのだろう。おしのは漁へ行き着くまで、 そのことを考え続けていた。寮へ着くと、釣り台のまま座敷へ上げ、みんなを座敷から出して、おしの一人で、父を台から下ろし、ヤグを敷き直して、その中へ父を移した。そして、小病部で枕の方を囲ってから、友吉を呼び、二人で釣り台を運び出して、 かごやの若い者たちに渡し、少し余分にダチンを包んで与えた。お前、帰っておくれ。と、おしのは、ともきちに言った。おとっちゃんは、無事に着きましたって。番頭さんに、そう言ってちょうだい。ともきちは帰って行った。おしのは、おまさを呼んで、 口炉と口を持ってこさせ、父の枕元で炊いた。父は渋滞であるが、父は渋滞であるが、人に見られるのを嫌がるから、この座敷には入らないように、おしのは厳しい調子でおまさに言った。母が帰ってくるまでは、生きているように見せなければならない。幸い冬だから、そう早く、 死体の匂うようなこともないだろうが、念のために甲を強く炊き、火鉢には千薬をかけた。夕方になると、おしのは勝手へ行き、も湯を作るからと言って、雪平へ米を取り、自分でそれを洗った。夕飯には何をあがりますかと、重さが聞いた。これから買い物に行ってきますけれど、 何でもいいわ、と、おしのは答えた。いいようにしてちょうだい。そして、おまさが出て行くと、ほとんど入れ違いに、母が帰ってきたのだ。おしのは気がつかず、香炉にまた香を加えていると人の気配がし、ひどい匂いだこと、というのが聞こえた。おしのは素早く立って行き、 ふすまを開けてみると、おそのが、若い男ともつれ合って立っていた。菊太郎だな。おしのは、その四畳半へ出て、後ろ手にふすまを閉めた。男は小柄な体つきで、それが女のようにしなしなしてい、きどったこびのある身振りで、おそののちりよけガッパを脱がしてやっていた。二人とも、 相当に酔っていると見え、カッパを脱ぐにもよろめきあって、なかなかうまく行かないのであった。マサヤお園が言った。ちょっと来ておくれ。いないのかえあの人は、買い物に行きました。お園は振り返って、おやと、目を細くした。おしのちゃんじゃないのあんた来ていたの じゃ、ちょっと手を貸して。男はひょろひょろと脇へどき、おしのは母のカッパを脱がせてやった。この人ね。おそのは男の方へ手を振っていった。ありまえのお弟子で菊太郎というの、菊ちゃん。これ、いつか話した、あたしの娘のおしのよ。こんばんは。と、菊太郎はお辞儀をしていった。 中村菊太郎でございます。どうぞよろしく。おしのはぞっとした。お辞儀をするその品も、鼻にかかった甘ったるい作り声も、背骨の縮むほど不潔でいやらしかった。さあ、飲み直しやしや。おすのはそう言い、菊太郎の手を取って奥の六畳へ入った。おしのは言われるままに、こたつへ火を入れ、酒の支度をした。 酒は寒毒りに一本しかなかったが、おそのは冷やのまま湯飲みについで、菊太郎と二人で水をあおるように飲んだ。やがて、おまさが帰ってき、酒と魚を注文するように命じたが、母と菊太郎のそんなありさまを、おまさに見られてはならないと、おしのは思った。無論、 おまさは知っているであろうが、自分のいるところでおまさに見られるのは、自分まであさましく、けがされるように感じたのである。父のことで、母に言ってやらなければならないこともある。おまさには、暇をやろう。おしのはそう考え、酒や魚が届くとすぐ。あとはあたしがするから、子供のところへ帰っておやり。 と言った。本所の成平におまさの弟がおり、彼女はそこに子供を預けてあった。時刻は遅くなったが、正月の暇をやるからと言って、子供の土産でも買って行くようにと、いくらかを紙に包んで渡した。おまさは喜んで着替えもせずに出て行った。感づいたな。こんな夕方になってから、 どうして暇をくれたか、おまさは感づいていた、と、おしのは思った。喜んだ様子にも、着替えもしないで出て行ったそぶりにも、それがよく現れていたように思え、おしのは、恥ずかしさと屈辱とで、体の中が熱くなった。思考を運ぶ間にも、母は菊太郎を引き寄せて、旅であった面白い話や、楽しかったことなどを、 うきうきと、語り合い、笑い合っていた。あんたも、お入りなさい。こたつの上に支度ができると、おそのは、甘えたような声で娘に言った。長火鉢をちょっと寄せれば、座ったままで、おかんができるでしょ私、こたつは嫌いなの。と、おしのは言った。昔から嫌いだったことを知ってるでしょ私、 ここの方がいいわ。だって、温まっておかなければ帰りが寒いことよ。あら、あたし、止まっていくのよ。止まっていくっておそのは目を細くした。でも、あんたが止まったら、あの人が困るんじゃないのそのことは後で話すわ。と、おしのは言った。はい。お考えいいようよ。 牛。おしのさんが泊まるなんて嬉しいじゃないの。と、菊太郎が言った。賑やかになっていいわ。ザコネをしましょうよ。こたつの中で手の動くのが感じられた。菊太郎がおそのの手を握り、握り方で何か合図をしたのであろう。それはおそのの声の調子の変わったことで分かった。ザコネも面白いわね。 おそのは、酒きを取りながら言った。まさやも、一緒に寝かしてやろうじゃないの。あの人には、暇をやりました。暇をやったってまだ、正月にも帰っていないんですもの。おしのが答えた。かわいそうだから、子供に会っておいでって。さっき、私が帰らせてあげたのよ。だって、まさやがいなくってどうするのよ。おまさの代わりぐらい。 私にだってできるわ。あら、やだ。おそのは笑った。ご飯を炊くんだって、ちっとやそっとのことじゃないのよ。私だってまだ一度もしたことがないのに。あんたにそんなことができるもんですかそうじゃないわよ。と、菊太郎が身動きをしながら言った。私、さっきから拝見しているんだけれど、おしろさんは、 キリッとしていらっしゃるわ。たとえ、音場日傘で育っても、星野さんなら、そのくらいの解消は、きっとあると思うわ。あら、随分肩を持つのね。あんた、星野に惚れたんじゃないのと、おそのが言った。そうなのと、菊太郎が答えた。あたし、すっかり、ほかぼれしちゃったわ。言ったわね。だって、ほんとですもの。 言ったらね、この口でそんなことを言うのね。痛い、痛いわ、横心臓さん。な、まあ、ひどい人。おしのは体が震え出し、絶叫したいという衝動を抑えるために、両手の指を力限りに握りしめながら、静かに立ち上がってその部屋を出た。どこへ行くのと、おそのが呼びかけた。ちょっと。おしのは、振り返らずに答えた。 すぐに来るわ。おしのは、八丈へ行った。勘忍できないわね。火鉢の脇に座り、仕掛けてあった雪平を下ろすと、父の死に顔に向かって呼びかけた。たった一人の娘である、あたしまで騙しておいて、言い訳をしようともしない。おそらく、すまないとも思ってはいないようだし。 ことによると、騙したという記憶すらないのかもしれない。そして今、娘と同い年の少年と、酒によってふざけている。勘忍できないわ。私たし言ってやる。あの男が寝たら、思う存分に言ってやるわ。聞いていてちょうだいね、おとっちゃん。と、おしのは、心の中で、 奥の六畳から、口じゃみせんと、歌う声が聞こえてきた。おしのがいないことなどは、気にかかりもしないのだろう。歌の合間には、おそのの笑い声や、わざとらしい悲鳴が聞こえ、組打ちでもするような物音さえした。はあ、死んでしまいたい。おしのは、両手で耳を塞いだ。どうしてあたしを残して死んだの お父っちゃん、こんな恥ずかしい思いをするくらいなら、いっそ死んでしまう方がましだわ。でも、死ぬのなら、私一人じゃない。お母さんも一緒に連れて行ってやる。あの世にいるお父っちゃんのところへ連れて行って、謝らせてやる。と、おしのは思った。そうよ。と、おしのは目をあげた。 本当に、そうしてやりたいわ。私が男なら。男でなくっても、私に勇気があったら、そうしてやるわ。おっさんっていう人は、生きていればいるだけ、恥を重ねるばかりだもの。できたら、そうする方が、いいと思うわ。どのくらい時が経ったであろうか、ふと気がつくと、 後ろのふすまが静かに開いて、誰かがそっと近寄ってきた。振り返ってみるとお、おそので。けくちゃんは寝ちゃったよ、と言いながら、気兵の姿を認めて、瞳を凝らした。誰かいるじゃないの。おそのは、よろよろとなった。そこに寝ているのは誰おとっつんよ。馬カに押してないよ。おそのは、 くくと笑った。あの病人が、ここへ来られるわけがないじゃないの。誰なのさ。そこで、お園はゼックした。目が裂けるかと思うほど大きく見開かれ、下顎が下がって空洞のように口が開いた。お父っゃんよ。と、おしのが静かに言った。お母さんに会って、一言だけ。 言いたいことがあるって。と言ったで、ここへ運んできたの。途中で息を引き取ったけれど、おっさんに会いたいというのが遺言だったから、そのまま、ここへ運んできたのよ。死んでろって。と、おそのは、舌が痺れたような口ぶりでつぶやいた。死んでいるのおとっちゃんの死骸よ。おそのは、 ひ、というような声を上げて、よろめきながら逃げようとした。おしのは飛び上がり、母の腕を掴んで引き止めると、力任せに、父の枕元へとして行き、そこへ母を座らせた。離してと、おそのは身をもがいた。気味が悪いじゃないのよ。離しておくれ。おそのはほとんど泥酔しているため、娘の手から逃れることができなかった。 お父っつぁんは、死んでるのよ。もう何もできないし、口も聞けないんだから。ちっとも、怖がることはないわ。と、おしのは言った。さあ、ちゃんと座って、落ち着いて聞いてちょうだい。私、おっかさんに、言いたいことがあるんだから。いや、いや、いや。おそのは激しく、子供のようにかぶりを振った。私、死人のそばなんかはや。 君が悪いから、勘にしておしのは母の肩をつかみ、おっかさんと言いながらゆすり垂れた。おそのは黙った。体から力が抜けていくように見え、一度ガクッと垂れた頭を物げに上げて娘を見た。頭を垂れたとぎ銀の平打ちのかんざしがパタッと落ちた。い,いなさい。 おそのは娘に言った。私に、どんなことが言いたいの自分であんまりとは思わない、おっさん。と、おしのは母の目を見つめた。私も、私物心つく自分から、この目で見てきたわ。ご夫婦になってから、二十年もの履いた。おとっちゃんは、まるで雇いに同様に扱われ。 文句一つ言わずに暮らしていたわ。そうでしょう酒も飲まず、タバコも吸わず、芝居や寄せは覗いたこともないし、湯さんに一度出かけたこともなかった。そして、そういう暮らしをし続けたまま死んでしまったのよ。あんたにはわからないのよ。これを、あんまりだとは思わなくって。と、おしのは、 思わずに言葉をついたお父ちつんが働き同士に働いたのはお母さんのせいじゃないでしょうお父ちゃんは自分が養子だからと思って武蔵屋大事に働いただけでしょう。でもそれならなおさらお母さんはもう少しお父ちゃんを夫らしく扱ってもよかったはずよ10 あんたは、まだ若いの。と、おそのが言った。あんたには、わからないことがあるのよ。ええ、そうでしょう。と、おしのは遮った。あたしにわからないことが、たくさんあるのは知ってるわ。けれども、おっさんが、ほとっつんにしてきた仕打ち。ことに、三年前、ほとっつんが病気になってからの、おっさんのしてきたことが、良いか悪いかぐらいはわかってよ。 あんた、誰に物を言ってると思うのくれのことはどうと、おしのはやり返した。おとっちゃんが血を吐いて、今度は危ないって言われたから、ご賞一生のお願いだって、迎えに来たんじゃないの。おっかさんは、あさって行くって約束したわ。約束したこと、覚えてるでしょあんたが、しつっこく言うからよ。ちゃんと約束したのに、ほとっちゃんが、 既得だって言うのに、お母さんはあんな子供のような人を連れて箱根遊びに行ったんじゃないの。嘘よ、そんなこと。お園は片手で何か物ような真似をした。私伊勢遺のお豊さんや何か土屋の島へ。そしてお母さん、私伊勢遺跡さんへも行ったのよ。お城の目から涙が溢れ落ちた。 石油のおばさんに会って、おばさんに教えられて、中村沢まで行ったんですから。あら、やだ。ぶんなことをするのね。お父っつんが、大晦日の晩にまた倒れて、今度こそ、どんな名医でもダメだって言われたからよ。おしのは、指で目の下を拭きながら言った。あんなにがっつよいお父っつんも、今度はいけないって言いだし、どうしても、おっかさんに、 帰ってもらわなければならなかったのよ。それにしたって、と、おそのが言った。人の後を探り回るなんて、ひどいじゃないの。ひどいですって。おっかさんは、自分はひどいとは思わないんですか既得の夫を見舞いもせずに、よその男と遊び回っていて、それで悪かったとも思わないんですかちょっと言わせて、私にも、 ちょっと言わせて。おそのは座り直そうとしたが、酔っているためうまく行かず、横座りのままで言った。あんたにはわからないだろうけれどね、星野ちゃん。あたしとあの人が夫婦になったことが、そもそも間違いだったのよ。おじいさんに言われて一緒にはなったけれど、あたしは初めからあの人が好きじゃなかった。あんたの言う通り、 あの人は何の道楽も知らず、朝から晩まで雇い人と一緒になって働いたわ。真面目で正直で、武蔵屋を先代より繁盛させたし、油屋の店も出すようになったわ。それはその通りだけれど、夫としては味も素っ気もない、退屈でつまらない人だった。女の気持ちもわからないし、これっぽっちも、 面白みのない人だったわ。もうちょっと言わせて。と、おそのは頭をぐらぐらさせながら続けた。女というものはね、星野ちゃん。自分のためには何もかも捨てて、夢中になって可愛がってくれる人が欲しいものよ。あたしのためなら、武蔵屋の店も、財産もクソもないというほど打ち込んでくれたら、 私だってもう少しはあの人に愛情を持てたと思う。そんなこと、当たり前じゃないわ、とおしのが遮って言った。そんな愛情なんて当たり前じゃないし、おっさんのごまかしだわ。私が何をごまかすのおっさんは遊びや楽しみが好きなだけよ。芝居へ入り浸ったり、芸事に夢中になったりするだけじゃなかった。 茶屋へ役者や芸人を呼んで、ちやほやされながら、飲んだり食べたりするのが好きなんじゃないの。愛情がどうのこうのなんて、ごまかしよ。今にわかるわ。と、おそのは微笑した。あんたも女になれば、私の気持ちが、きっとわかることよ。おっかさんの気持ちなんて、おっかさんだけのものよ。おっかさんは。 自分のことしか考えやしない。自分が楽しむためなら、どんなことでもするけれど、人のためには、指一本動かす気もないのよ。おとったにさんに、散々不人情なことをしたあげく、死に水も取ってやらずに、面白みのない人だなんて。おしのは、声を詰まらせ、両手で顔を覆いながら言った。恥もそっけもない、退屈な人だったなんて。それじゃ、 お父っゃんが、かわいそうだわ。何もこの人のためにあんたが、そんなに悲しがることはないのよ。と、おそのが言った。今だから本当のことを言うけれどね、おしのちゃん。この人は、あんたの父親じゃなかったのよ。そんな言い訳は聞きたくないわ。この人は、赤の他人だったのよ。でたらめを言わないで。と、おしのが言った。 自分が何を言ってるかもわからないんじゃないの母の他人だなんて。一体、どういうことなのあんたの親はこの人じゃないの本当の父親は他にいるのよ。おしの、母の顔を見つめた。母さん、そんなバカなことを言って、バカなもんですかと、おそのは遮って言った。 あんたがあまりこの人のことで悲しがるから教えるのよ。日本橋よろし町に丸梅っていう袋物問屋があるわ。その店の主人の玄次郎という人があんたの本当の父親なのよ。おしのは黙って母を見ていた。恥を言うようだけれど、本当なの、とおそのは言った。 半年ほどしきゃ付き合わなかったけれど、あんたが自分の子だということは、丸梅の源さんも知っているのよ。おしのは、仮面のように怖がった顔で、長いこと身動きもせずにいた。そして、何を見るともない目つきで、じっと前方を見つめていたが、やがて、広く乾いた、カサカサした声で、 それ、本当のことなのね、と聞いた。嘘にこんなことが言えますか、と、おそのが答えた。もし信用ができないのなら、丸梅行って聞いてみればわかるわ。おしのは、ちょっと間を置いて言った。あっちへ行ってちょうだい。あっちへ行けって、おしのちゃん。何も言わないでよ。 おしのが、感情のこもらない口ぶりで遮った。私、少し考えたいことがあるの。お願いながら、あっちへ行ってくださいな。おそのま、何か言いかけたが、娘のこわばった顔つきと、何者も受け付けないような姿勢に圧倒され、いいわ、と言って、よろよろと立ち上がった。おしのは、そっと目を、 つむった。十一。奥の六畳で、菊太郎を揺り起こすおそのの声がした。飲み直しよ。起きなさいな。まだ酔いの口じゃないの。もうだめですよ。という菊太郎の寝ぼけ声も聞こえた。カゴを止めてはのみ。 飲んでは顔に揺られて、骨の髄までくたびれ果てました。これ以上飲めば死んじまいます。えくじのないことを言うわね。くすぐるわよ。菊太郎が叫び声を上げ、それから、ひどいわね。というのが聞こえた。まだ、飲むつもりなのね。と。おしのはつぶやいた。頭で考えていることとは無関係に。 口だけが動いたという風であった。しばらくして、おしのは自分の両手を見、眉を潜めながらつぶやいた。この中に、流れてるのよ。あたしのこの体に流れているのは、ふっかさんの血よ。そして、汚いものでも振り払うように、両手を激しく振った。 人間じゃないわね。と、おしのはまたつぶやいた。おっかさんは人間じゃない。おっかさんの血の流れているこの体も人間じゃないわ。はあ、汚い。おしのは身震いをした。旋つのように激しく身震いをし、すると上唇がまくれて歯がむき出しになった。どこと、あれに言いたいことがある。 騎兵の声が、海のずっと奥の方で聞こえた。これを言わずには死にきれない。おしのは、むき出した歯の間から、誰かに秘密を告げるような口ぶりで、そっと囁いた。知ってたのね、お父ちゃん。そして、また囁いた。みんな、知ってたのね。 小板に乗ってでも漁へ行き、一言あれに言ってやらなければ死んでも死にきれない。これまで、ぞ蔵見せたことのない執念のようなあの時の様子は、それを知っていたということを明らかに示すものだ。父は、知っていたのだ、と、おしのは思った。あたしが、 父の子でないということを、よく知っていながら何も言わず、実の子のように私を可愛がってくれた。私のために、と、おしのは囁ささき声で言った。いつか、武蔵屋を出て一緒に暮らそうと。お金まで貯めていてくれたわ、おしのは。 ぎゅっと目をつむった。やるわ。やってやるわ。しばらくして、おしのはつぶやいた。これは、女というもの全部のためよ。女全体の恥だわ。女ばかりじゃない。人間の全部を、怪我したことだわ。これがこのまま、そっとして置かれていいはずはないわ。 この償いは、誰かがしなければならない。こんな、人間全部を恥ずかしめるようなことを、放っておいて、いいわけはないわ。おしのは、静かに目を開いて、父の方を見た。小さな池のそばに、椿が咲いていたのね、ほとっん。その池のそばへ、行っていてくださいな。 私もすぐに行くわ。私、道がわからないから。迎えに来てちょうだいね。おしのは立ち上がろうとした。長い間座り詰めだったので、すぐには立てず、片手をついて足のしびれの去るのを待った。すると、その畳についた手が銀の平打ちのかんざしに触れた。 さっき、おそのの髪から落ちたものである。おしのはそのかんざしをじっと見つめた。その顔はまた仮面のようにこわばり、上唇が少しずつまくれて、歯がむき出された。おしのはかんざしを取り、右手に持ち替えて立った。奥の六畳は、ずっと前から静かになっている。おしのはふすまを開けて、 中廊下へで、そうして、六畳の、襖を開けた。こたつに入ったまま、おそのと、菊太郎は、抱き合って寝ていた。飲み食いの後は散らかったままだし、二人の頭のところには、勘どくりと、湯飲みが転げていた。おそのは座布団を折って枕にし、菊太郎は、おそのの腕を、 枕にしていた。おそのは片手で菊太郎を抱き、相手の顔に自分の顔を重ねるようにして、口を開いて眠っていた。旅の疲れと良いとで、二人とも正体をなくしているらしい。菊太郎は高いいびきをかいていた。おしのは目をそらさなかった。 抱き合って眠っている二人の姿は、見るに耐えないものであったが、おしのはまるで、罪とお辱を確かめるかのように、ややしばらく、彼らの姿を見守っていた。い,いえ、と、やがておしのはつぶやいた私はまだ死ねない。ほっかさんと、同じ罪を分け合った者がいる。 今、そこで、一緒に寝ている男のように、おっかさんと組んで、おとっつぁんを苦しめた男たちがいる。その男たちも、罪を償わなければならない。その男たちにも、自分の罪を、償わしてやるわ。おしのは持っていたかんざしを投げ出して、中廊下へ出て行き、何度から手職を取ってくると、 それに火をつけて、女中部屋へ入っていった。そして、約半時のち、寮の裏口からおしのが出てきた。時刻は夜半の十二時過ぎで、弱い北風が吹いてい、すっかりいてた地面は、おしのの足の下で、キシキシと軋んだ。あたりは暗く、どっちを見ても、 明かり一つ見えなかった。南隣は実月の農家、北側は京橋の何菓子とかいう老舗の寮。どちらも広い庭と小立ちがあるし、夜のことで家は見えない。おしのは、生垣の軌道を探してから戻ってきて家の裏手に佇んだ。彼女は着物の上に紫色の皮膚を重ね、 頭は、おこそ頭菌で包んでいた。頭菌から覗いている顔は、青白く、唇にも血の色はなかった。何度から見え始めた。その隙間から煙が流れ出すと、まもなく、その隙間が赤くなり、灯油の焼ける匂いが、あたりに広がった。おしのは、あ、はい 勝手口の方へ歩き出したが、その足を止めると、顔を空へ振り向けた。負けそうよ、お父っゃん。力を貸して、と、おしのは祈るように言った。あたしを、捕まえていて、お父っゃん。ひさしの下から、濃密な煙が巻き出し、ついで、火の下が、赤くひらめいて消えた。 とや歯差しの下から吹き出す煙は、ようやく家全体を包み、油臭い匂いを広げ、物の焼け外れる音が次第に高くなり、やがて突然、歯差しを巻き上げるように、大々色の炎が、ぱっと闇を引き裂いた。お日野は後ろへ下がり、家の中の物音を聞き済ました。物の焼ける音と、 火のうなりの中に、席の声が聞こえたようであった。しかし、それは一瞬のことで、人の叫びも起こらず、席も二度とは聞こえなかった。おしのは、軌道を抜けて外へ出、火に包まれた家を見守りながら、なおしばらく経っていた。もう大丈夫。 おしのはつぶやいた。おとっつん、待っていてくださいね。屋根の一部が焼け落ち、ゴーとうなりながら、すさまじい火柱が立った。きれいな、目の覚めるような火の子が飛散し、遠くで繁栄が鳴り出した。おしのは、天神橋の方へ、静かに歩み去ってい